はい、皆さんどうもお疲れ様です。七尾と申します。今日はね、去年もしくはちょっとその前も含めて、僕がバチ抜けの時にですね、バチ抜けルアーで、釣れたランキング、まあ、好きなルアーランキングみたいな、最も頼りにしてたルアーですね、まあ、主に、まあ、釣れたルアーって言ってもいいと思います。それの、7位から1位までの発表と、あと今年ね、主に新しく参入してちょっと使ってみようかなと思っている気になるやつもちょっと入れていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、早速行こうと思います。主にね、まあ、主に旧江戸川です。7、8割旧江戸川で、あとはまあ江東区の運河筋だったり、あとはまあ荒川は去年やんなかったかな。隅田川とかでもね、バチ抜けにはやったことあるんですけど、結構ね、僕バチ抜けは去年も釣ってました。動画にはしてないんですけど、その辺も含めて、自信あるやつをおすすめしていこうかなと思っております。まあ、個人の感想になるので、まあね、ちょっとまだ初心者の花とかね、始めたばっかりの花とかがね、どれ買っていいか分かんないなーっていう時に、そっちの参考にしてもらえると助かります。よろしくお願いします。まず第7位なんですけども、こちら、アルデンテ 95S になりますね。こちらがですね、まあ、バチ抜けの時期の中盤から後半に結構活躍したルアーで、サイズが95なんですけど、まあ結構ね、飛びます。飛んで、まあ、このね、ボールがどういう作用をしてるのかちょっと分かんないんですけど、結構ね、ゆっくり巻いてくるとね、コンとちっちゃいあたりでね、結構頼りになる。このスリムさでこの飛距離はね、結構強い武器になりました。パンチラインでもいいかなと思うんですけど、まあ僕はアルデンテ 95S の方がね、よく反応が得られました。はい、ということで、第7位がアルデンテ 95S ですね。 95S、 そんなにでかいのはね、釣れなかったと思うんですけど、去年、まあ、たまたまだと思うんですけど、はい。その次、第6位がですね、こちらになります。僕がかなりいい思いをさせてもらったエンビー 125MAX になります。これはね、飛びますし、なんつうのかな、この僕の2年前のバチ抜けシーズンの時だったかな、ランカーをね、動画の中で釣らせてもらうことができて、非常にね、いい思いをさせてもらったルアーになります。最近はね、よくね、店の中でね、見かけるようになりました。だいぶね、地位を確立しているルアーだと思います。まず飛距離とね、ここの動き、リップのこのあれで動きはね、非常にいい感じです。はい、まあ優秀なのは飛距離ですね。はい、こんな感じ。エンビー 125MAX、 まあこれはどんな時に釣れたかっていうと、まあポイントが遠い時とかでも良かったですかね。エンビー 125MAX と。はい、まあね、多分ね、でも自分の中で動画でこのね、ランカーを出しているっていうのが、まあ、この6位にね、食い込んできたかなというところです。ただ去年の活躍としてはそこまでね、こう上位に食い込んでくるほどではなかったんですよね。なのでちょっとね、6位に沈んだような感じです。なので2年前のバチ抜けシーズンよりもちょっとね、ランクが下がったような感じです。はい、次は、5位ですね。5位はこちら、じゃん、アイマーコモモ SF85です。こちら SF85 ですね。これはね、旧江戸の河口域から時にめっちゃ活躍しました。まあ、なんでこれかっていうとね、別にじゃああれでもいいじゃんと思うと思うんですよ、エリア10でもね。ただエリア10でもちょっと小さくて、この同じような形状で軽く引き波出せるこのスリムさでね、結構活躍しました。まあ投入する機会も結構多かったと思うんですけど、でもね、これもシーズン中盤から後半にかけて非常に活躍したルアーです。はい、今も SF85 ですね。こうもうも SF の85と、はい、感じですね。はい、今んとこれやっとね、フローティング系が出てきたかなって感じです。これもフローティングなので、はい。で次はですね、4位になります。はい、じゃん、こちらやっぱり来ました、エリア10。ちょっと色がちょっと独特な色を選んじゃいましたけど、こちらはね、まあ言わずもがなですけども、もうちょっと飛距離がね、物足りない部分はあるんですけど、まあね、それ以上にエボとかいろいろウエイトアップしてるやつがあると思うんですけど、どうしてもシンキングになってしまうんで、それはね、僕あんまり使ってないんですよね。やっぱりこのエリア10の
このサイズ感と、あとは実績によるその、ね、みんなの実績とか自分に対して自分の中で実績とかでの安心感、これやってきゃとりあえずなんとかなるだろうっていうのと、バチ抜けのその色の多さですよね、カラーの種類の多さよって安い、よってというか安いから何色も持っているのでローテーションしやすいんですよね。なので結構ね、どうしても投げがち、なので釣れがち、もう有楽町の宝くじ売り場みたいな感じです。7番と1番みたいな感じで、それは使ってる人が大きな釣れるだろうと思いつつ、まあ、ちゃんと釣れるから、信頼してます。ただフックは結構ね、あのネットとかで作って暴れられちゃうと一発で曲がっちゃったりするんで、予備のフックはね必ず番手調べておいて持ってった方がいいかなと思います。はい、次は、第3位ですね。去年のなぜか後半に活躍したこちら、ノガレ 120F になります。でサイズでかいじゃん、後半じゃないんじゃないのと思いきや、前半あんま投げてなかったんですよね、僕あんまりこう信用してなくて、こう釣れる釣れる言うんで、ただ後半に投げた時のこれじゃなくて反応しないって時が本当にあってですね、あなるほどねと思ったんですよ。これ以外反応しないですよね、まあ、このなこれもちろんここら辺が出てきたやつ全部投げてるんですけど、これだけに反応するという時があったので、去年の後半非常に活躍したルアーになります。はい、でちょっとまあ若干飛距離がね、ちょっともちろん心もとない、軽いんでね、ちょっと心もとないんですけど、無風であればね B ライン細くしたりして全然勝負になる飛距離出せると思うんで、3位に食い込みました。去年の後半で一気にね僕の中で上位に浮上してきましたね。もっと早くから使っとけばよかったなって感じでした。ノガレ 120F はいです。で次がですね2位、これがね僕の中ではねまた去年グンときたランキング外から急に来たルアーなんですよ。もうちょっと違う使い方で好きなルアーではあるんですけど、はい、こちらデンと、ブルブルの100、ブロインの 125F スリムになります。こちらがあのちゃんとね重心移動しっかりやってペンデラムで投げればめっちゃ飛ぶんですよ。であのジャーキングとか全然させないですよ、もちろんバチ抜けなんで。風が強い日でもリップがあることによって、なんていうんですかね、こうスーッとこう水面滑っちゃって流されちゃうよりも、ちゃんとあの水を掴んでくれるんで、まあブレーキがかかるというか、仕事してくれるって感じなんですよ。で、ちゃんと飛距離も出るし、でトリプルフックだしっていうことで、ちょっとね、入手しやすしにくいっていうのはちょっと難点ではあるんですけど、ゆっくり引いてきても風があるときにね、しっかり出せる。去年、かなり活躍させてもらったルアーですね。はい、こちらです。ブローインの 125F スリム、ブローイン 125F スリムと、はい、次々行こうと思います。はい、では、1位になります。1位はですね、もうちょっと分かる方もいると思うんですけど、じゃんこちら、マニック、ベイルーフのマニック135です。115でもないです。135ですね、これ。普通のやつです。スローじゃなくて。まあ、スローは今年出たんで、まだ去年なかったんであれなんですけど、これがマジ飛ぶんですよ。飛ぶんで、その9ヤード側の流進付近でのライズに届くんですよ。で、沈めても強いし、もちろんね。で、上の方を倒立てて巻いてきても強いし、こうやって上を巻いてきてももちろん強いし、少し沈めてから、こうゆっくり底付近を引いてきても、本当に去年一番釣ったルアーがこれです。色は違いますけど、もうちょっとベイトフィッシュライクの色で釣ったんですけど、去年活躍したのはそれちょっとロストしちゃったんで今ないんですけど、今年はこの色をね買ってみました。マニックの135ですね。飛ぶのが強いですね、この子はマジで。はい、あとはねどこでも売ってますしね、入手しやすいし。はい、こんな感じになります。はい、では今年ねちょっとあの注目、僕が新しく買ってこれいいんじゃないかなと思ってとか、あと評判を聞いて、導入したルアーランキング行ってみようかなと思います。第5位こちらバロール130、こちらになります。これはねちょっと去年まではね偽物しか持ってなかったんで、ちょっと今回本物をねあの奥さんにいただいたので、バロール130、こちらをねちょっと結構積極的に使わせていただこうかなと思っているルアーになります。はい、で次がですねこちら4位、ブローインの 80S ですね。これスリムさはやっぱりちゃんとスリムなんですけど、80の S ってことによって飛距離もねちゃんとそこそこ出るんで、サイズ感、まあ、中盤から後半に向けてちょっとね使わってみようかなと思っております。
まあ、時期にこだわらず、もちろん前半も入れていくんですけど、シーズン初期も入れていくんですけど、まあちょっとね、ブローイン 125F スリムとかから下げたりとかね、いろいろと出番が多そうなやつですね、今年。ブローイン、80だよね。80S。はい、4位ですね。で、おすすめ、ちょっと今年使ってみようかなランキング3位がですね、こちらかな。フィールの 150SG。こちら。これも今年、去年ね、いいって聞いてたんですけど、ちょっとね、買えなかったので、今年、ちょっと買ってみました。ちょっとね、2200円ぐらいするんで、ちょっと高いんですけど、まあ、ちょっとね、今年使ってみようかなと思います。フィールの 150S。150SG か。SG。まあ、この辺は、まだちょっと使ったことがないので、これの偽物は使ったことあるんですけど、ちょっと使ったことがないんで、まあちょっとね、注目してるってだけです。はい。今度は第2位。こちらになります。さっきのマニックの135のスローになります。これは、まあさっきよりか飛距離もちろん落ちると思うんですけど、飛距離飛ぶけど、さらにちょっと表面奥の方をゆっくり誘えるかなっていうことで、遠くの方ですね。マニックの、普通のマニックだったら、飛ぶけど、あのね、少し表面よりもゆっくり回して下がっちゃう、表層よりも少し下がっちゃう部分があったので、マニックスローになることによって飛距離はちょっと落ちちゃうかもしれないけど、ちょっと落ちちゃうかもしれないですけど、まあスローに遠くをこう表層付近を探れるかなと思って、ちょっとこれをちょっと注目しているルアー2位に入れました。マニック135、135スローですね。こちらが2位に食い込みました。はい、そして今年注目している、なぜ去年使わなかったんだっていうルアーランキング1位はこちら、ソカ 120FSSR。 これはね、そのまあね、オルマンさん、これが作っ、この人、これが作った開発者さんの方が、まあね、ダイワさんとちょっとコラボしたというかね、まあちょっとなんとなく感じもね、このルアーのパッケージの色とこの文字使いとかも似てるっちゃ似てるんですけど、ね、これはね、入手しやすい、比較的、まあ、あの、ノガレよりかはね、入手しやすいと思うんで、こちら使ってみようかなと思っております。さっき言った、このブローウィンの 125F スリムと、なんとなくこの、リップもちゃんとついてるじゃないですか。リップついてて、こんだけ細くて、で、フック3つついててって感じで、ちょっとこうね、風が強い日でもいけるかなと思うんで、はい。飛距離もね、多分ノガレよりかは出ると思うんで、ちょっと今年楽しみにしているルアーランキング1位が、ヒソカ 120F になります。ヒソカ 120F ですね。はい、ということで、ちょっとね、なんかあの発表しただけになっちゃったりもしたんですけど、本当にね、去年活躍させてもらったルアーたちばっかりです。こちらに関しては特にね、本当にこの2位のブローイに関してと、このノガレの3位に関しては、どっちが順位がちょっと2位か3位か分かんないぐらい、後半に、あ、この子は前半から使わせてもらったんですけど、いけるんじゃないかなと思って。ノガレに関しては、あの、後半ね、入手して持ってたんですけど、なんかなぜ投げなかったんですよ。飛ばないイメージがあったんで、どうしても。なのですけど、後半やったらね、もうこの子だけしか釣れない時があったので、不思議とランキングが上がってきた。ルアーです。今年もね、もちろんしっかり使っていこうかなと思っております。これはもう安定の僕の中での1です。115も使いますけど、やっぱ135は僕の中で一番釣れました、圧倒的に。はい、別に遠くなくても釣れます。あのボイルとかしてるところが遠くなくてもちゃんと活躍しました。もちろん115も釣れましたよ。115も釣れましたけど、ちょっとランキングにはちょっとアルデンテに勝てないかな、8位9位かなっていう感じでしたね。はい、エンビーももうちょっとこれのちっちゃいのも使ったんですけど、やっぱり125は安定的に良かったです。はい、っていう感じになります。またね、ちょっとバチ抜けるはね、結構非常に好きなんで、僕あのバチ抜けシーズンもすごく好きなんで、積極的に今年行こうとは思ってるんですけど、動画なんかもね、あのこうやって釣れてる動画なんかも上げれたらなと思ってるんで、今年もバチ抜けシーズン頑張りますんで、皆さんも頑張ってください。ではちょっとでもね、参考になれば幸いです。はい、ではありがとうございました。失礼します。さようなら。